脳波をはじめとしたマルチモーダルな脳生理指標のデータ収集可視化は、ニューロマーケティングや入力コンサルテーションなどこれらの領域での適用を目指して近年注目されている領域です。我々の研究グループで開発しているシステムでは、ウェアラブルで社会実装に適した脳波計を用いて感情、活性度、認知状態などを解析し、信頼度を担保しつつ感性をリアルタイムに可視化するブレインエモーションインターフェースの開発を行っています。屋内や屋外での日常生活で簡便かつ時間解像度の高い脳波データの収集や、脳波センサー以外の生体センサー、環境センサーなど複数のエンドデバイスからのデータ収集と解析を行うために、通信容量やデータ処理フローの検討が必要になっています。現在複数人や多地点での同時計測を可能とするクラウド型のデータ収集プラットフォームの開発を行っています。もともとモバイルサイネットを使って屋外でのデータ収集からクラウドへの蓄積、データ分析を考えたときに、データ収集と分配は非同期に行う必要があるだろうと考えていました。また、通信が安定しない環境でのセンサーからのデータ収集や、効率的なデータ収集を行うためにも、パブリッシャー・サブスクライバーモデルのアーキテクチャを採用したいと思っていました。パブリッシャー・サブスクライバーモデルを採用するメッセージングシステムは数多く存在しますけれども、システムで利用するライブラリーや実装方法を検討していたところ、サイネットストリームの存在を知りました。サイネットストリームを利用することで、複数のメッセージングシステムで共通化したインターフェースを提供してくれるだけでなく、通信やデータの暗号化、あるいはセンサー等のデバイスの認証を行う機能など、既存のメッセージングシステムで提供されていない機能が追加で付備されているソフトウェアパッケージである点に魅力を感じて利用しています。サイネットストリームはネットワーク層からアプリケーション層までを広く研究開発されている NII の方々が中心となって、これらの成果をオープンソースとして提供されている点を高く評価しています。こういうソフトウェアは使って初めて価値が分かるものだと思っていますので、いろいろな大学の研究者あるいは技術者、そして学生さんたちを巻き込んで、また分野を超えた研究者が連携しながら共に育てていけるようなコミュニティができると嬉しいと思っています。あと整備されているソフトウェアやドキュメント、こういったものはパブリッシャーサブスクライバーモデルのアーキテクチャを勉強するためのコンテンツとしても非常に有用ではないかと思っています。また NII がさまざまな提供サービスを提供してくださっていますので、モバイルサイネットだけではなくて、例えば学人やクラウドサービスとの組み合わせによる研究データの収集や分配、あるいは学人 RDM との連携、またエッジサービスなどの今後サイネット6で提供されるネットワークサービスとの連携にも期待しています。